んは、つばつ欲しい、メロンパンありがとう、チョッパー博士こんばんは、あ、ライバー王、すごい、みんなライバー王いっぱい持ってるの。あ、猫のパン、たま猫のパンありがとう。先生応援してる、応援してるね。パンフェスですか今。パンがいっぱい、この背景もだし、パン、ムーンさん、ルンルンこんばんは、コチアスこんばんは、ディアス、えらいありがとう、えらいえらいありがとう、ヒカルもライバーをありがとう、ツッチーこんばんは、ミックスこんばんは、アキラくんこんばんは、エアロ、トンもこんばんは、クマパン先生クマパンありがとう、ビビンもライバーをありがとう、アイアンロンビビこんばんは、ウスタポンテこんばんは、あーすごい、ダメだな、あごめんごめんごめん、応援してるライバー王クマパンかわいいな、猫パンクマパン、パンイベントなんだね今。あ、サンドイッチもある、先生サンドイッチもありがとう、シナこんばんは、クマムキありがとう、ライバー王、ライバー王イベントもあるんですか、すごい、ちょっとやらない間にすごく変わってるね毎回。さっきさんも猫パンありがとう、先生焼きそばパンありがとう、バッカ新規新人もクマパンありがとう、春のパン祭り、某春のパン祭り、コバこんばんは、マントメガネこんばんは、テンさん、あ、フルーツサンドもある、美味しそう、マジでいろんなパンギフトがあるね、パン食べたくなっちゃうねこんな時間に。え、わか、えらいありがとう、くままきありがとう、クレッシェルもライバーをありがとうね、ダックもライバーありがとう、あ、うん、そういうことか、テンさん君は希望の光すご、これはなんだ、何イベント、ありがとう、4月に入って初めてかな、あ、イカル大空に羽ばたけありがとう、なんかよくデパートの近くに浮いてるようなやつ、ひてなまドアラ、まさひろこんばんは、キックたかしちゃんこんばんは、カッキーさんピカピカありがとう、この何、この手書き感あるピカピカは、ピカピカ、あ、新生活ね、新生活の先生、メロンパンありがとう、ピカピカ、トラケロさんも応援してる、応援してるこの手書き感ある感じが可愛い、エピケ先生もピカピカ、手書きピカピカ、牛タンこんばんは、タカさんクマパンありがとう、先生タカくんフルーツさんありがとう、バシックこんばんは、ピカピカ、あ、1年生ってこと、ディアさんピカピカ、ピカピカライバー王ありがとう、ダクくんワカキありがとう、でもピカピカピカ、これ新生活のピカピカ、これは新生活ピカピカ、サファディンえらいえらい、ちょっと顔表情の使い分けができないありがとう、ゆうさんえらいありがとう、ひかるピカピカありがとう、ピカピカ、ラックくんわっかーきゅうありがとうね、ありがとうね、ピカピカの言い方ピカピカの言い方、ピカピカ、あ、ピカチュウ、ピカピーピカピカピーカー、たったん、たっけ、あいち、こんばんは、ありがとう、前髪失敗前髪失敗してる、ごめんね、
今日も急にね、ありがとうございます。急だった。お、やばい、もう荒れまくっている。おにぎり大佐宮崎のおじちゃん、こんばんは、ありがとう。そうね、今日楽天中止になっちゃったね、雨でね。昨日は勝ったね、久々の勝利でした、楽天。やったー、ソフトバンク、首位のソフトバンク 3-0 ですよ、やったーですね。石川さん、アイラモルトさん、こんばんは。ヤーコさん、こんばんは。乾杯ですわね、安田選手言った。明日はできるのかな、ちゃんと。そんな雨は降らなさそう。そう、打ててなかったからね。ニノニャマルライバーをありがとう。モフピーダルマありがとう。ありがとう。明日はベガルタもあるかな、試合。うん、ミュースティーこんばんは。そう、シーズン始まったばかりといえば始まったばかりですけれども、やっぱりね、勝っていかないとね。うん、今日もね、急だったけどありがとうね、ありがとう。楽天戦中継の CM、 そう、あの楽天戦中継するときにの CM でちょっと私が秋保神社でいろんなパターンを撮ったんですけど、例えばこうやってお参りして今年こそは絶対みたいな、決めろスタートダッシュとか、勝つ勝たない勝つ勝たない勝つみたいなそう、何パターンか撮って、他のも撮ったんだけど放送されるか分かんない。そうね、 YouTube にもアップされてるらしいね。テイテイライバーをありがとう。あー、アップされてた。そう私は秋保神社初めて行ったんですけど、勝負の神様をね祀っている神社というか、そうだから本当スポーツ選手とかもお参り来るし、うん、楽天の選手も何人か来てるし、羽生選手、羽生結弦さんもお参りに来てたりしたんじゃないかな。うん、勝負の神様だけど私はちょっと一回も行けたことがなくてそうね、そこでこの負けてたまるか、そう負けてたまるかお守りね、そうぐぬぬでいただきましたが、みんな久しぶりだね、ありがとう。今日も最地のおはぎ、うん、秋保といったら最地のおはぎですね、ありがとう。前回いつだ配信、楽天シム期待そう流れてる3月末、あ、最後か、最後の、そうだね、31日か。いやー、ちょっといろいろ怒涛の日々でしたね。ちょっといろいろと新たなことが始まり、怒涛の日々でして、そっか、2週間経つのか、ぐらいか。
みきみきこんばんは。いやでも本当に月曜あかりありがとう本当にありがとう、マジで助かってます、本気で助かってます、ありがたい、すっごいありがたい。ちょっとしばらく同じ、そうそうそう、いや本当みんなのみんなのコメントにどれほど助けられているか、あかりっすねつけてくれたり、情報ね、そう送ってくれたり、次週第3回ですがトレンドいや目指そうね、うん、森井さんこんばんは。なかなかね不慣れな部分も多くてちょっとごめんねという感じなんですけど、本当にちゃんとご紹介したい。カリスマッシュさん、君は希望の光、ありがとう、ありがとうございます。ラジオ版ショールームいやこれでさ、こうやって話してる様子とかも映像で配信されるようになったらマジで近づくよねん？就寝前とか起床後ルーティン、なるほどね。キングさん、部長舞台長学ぶくん、こんばんは。かりあげくん、こんばんは。いやでもしばらくちょっとコーナー同じ感じになりそうなんですよね。なのでそう1時間欲しい、嬉しい。30分だと今の感じが限界。1時間欲しい、本当？嬉しい。そんなに秒に感じる？あ、そうなのか。あ、そうなの？そう感じるのか。3つ、フリートークの時間もっと欲しい。そうなの、あ、そうなのの考えをもっと聞きたい。コーナーまあそうね、シュールームは秒ですけど、30分だと気が抜けない。あ、みんなも慌ただしいってこと。ロミツこんばんは。なるほどね。いいトーク7時間という間でもさ、まあそっか。全集中で聞いてる。山形かかしこんばんは。2週連続で聞いて、ありがとう。本当に聞いてくれてありがとう。いやこれからもぜひぜ
ひお願いします。意外とタイムラグ感じ、あーそうかもね、そうなのかもね、確かに。よしさんこんばんは。バタバタ感がある、そうなのか。なんかさ無言の時間できちゃうとさあれかなってねそう思っちゃうの。ショールームとかだとこうやって映像があるじゃん、表情があるから、なんかこうちょっとこういう風にうーんとかやっててもなんとなくなんとなく、でもみんなのコメントもリアルタイムで見れるからね、そうなんとなくも間が持つというか感じなんですけど、なんかラジオだと本当に音だけじゃん、でなんかこううーんそうあんまり間を開けないように間を開けないようにって思うとちょっとバタバタした感じになっちゃうのかな。ひろきこんばんは。なべちゃんこんばんは。たまピカピカありがとう。ピカピカ。すごい焦ってた。へえ。タカさん猫のパンありがとう。猫のパン。かわいいな。中に何が入ってそうかなこの猫のパン。チョコ。チョコクリーム。そうね、コーナーの時はコーナーの時は BGM が薄く後ろで流れてるのでなんとなくね曲があるからいいですけど、そのオープニングトークとかの時ですよね。うんさんまさんこんばんは。えみきみきさんきゅんありがとう、ありがとうございます。うん、えツイートし拾う感じのラジオ楽しい、本当本当ですか、本当ですか、本当ですか、本当ですか。そうオープニングはあえてなしなんですよ。でそうオープニング曲がを私が紹介してそこから薄く曲が流れるのでって感じなので。パイナミこんばんは。月曜日帰ったらラジオってお仕事頑張るよ、本当嬉しいにやけるにやけにやけ、うーんツイートが面白さの特徴ね。そうね、それが特徴だからね、そういったところを本当生かしていかないとなって思いますよ。いや今回頑張れさんこんばんは、怒涛のコメント本当に憂鬱な月曜日を楽しみな日、そういやまさにそういうコンセプトでいきたいんですよ私はいや今週も始まった、月曜日頑張った、そんなあなたに届けたいラジオみたいな、そういうコンセプトでいきたいので、うーん、嬉しい、よかった月曜日でラジオ、いやまだ慣れないですねまだ、そう月曜休み、うん、締めのセリフ、そう言えたわ、ちゃんとちゃんと言えたわこないだ、うん、でもあんな感じかな締めのセリフ、うん、お相手はよう今日も始まりましたよにする
みんなもよーってつぶやいてよたくやさんこんばんは。山形かかしさん、サンドイッチありがとう。あ、フルーツサンドもありがとう。横浜のたかちゃんこんばんは。ラジオあるから残業しないって言ってる。さいちろうさんこんばんは。ノリノリ変わった。今週はこのノリで行くよって今日はねねさんからのメッセージだよ。語尾が全部。さいちろうさん今日ありがとう。こんばんは。DJ やくり。いや、公開収録とか本当入れたいよね。うん。決め台詞。ひろぴろさん、こんばんは。全国から投稿嬉しい。そうなんです。いや、まさにそう。そう、例えば何々県のお天気はこうでしたみたいな感じでつぶやいてくれると、あ、何々県の方からこういうメッセージ来てますって紹介できるじゃんってなると、あ、宮城だけじゃなくて全国の方がね聞いてくれてる番組なんだっていうさ、印象も持ってもらえるじゃんね。そう、それもすごくこの私の番組の特徴にしていきたい思っていまして、そのツイッターとのリアルタイムな感じもあるし、本当に全国の方とつながるっていうそういったところを大事にしていきたくて、なかなかやっぱりないんですよね、うちの番組で。やっぱ宮城の方が、ね、よく聞いてくださってるっていう感じにはなるので、そうなので、うちの番組の中で、そう、私の番組は全国の方が聞いてくれてる番組なんだなっていうカラーを出していきたいですよね。アデノシン9ありがとう。そこでこう色を出していく。アデノシン9ありがとう。で、まあそのさ、全国から聞いてくださってる方が、まあ、TBC ラジオっていうのがあるんだって言って、 TBC ラジオ他にどんな番組があるんだろうってなって、まあ、そこからね、午後は耳恋とかいろいろそういったね、うちの番組を知ってもらえたらウィンウィンじゃん。うん、まあ、でも月曜あかりの存在をね、ちょっと知ってもらえるように、頑張ろう。うん、いや嬉しいですよ。姉さん、えらいありがとう。えらい、TBC ラジオ聞いてくれてる。嬉しい。さきさん、お疲れ、ありがとう。お疲れ。合間にも聞いてくれてる。嬉しいな、嬉しい。朝日さん、こんばんは。ラジオ CM 登場増えてきた。まあでもラジオ CM は毎週撮ってますね。そう、毎週収録があって、まあある時とない時といろいろあるんですけど、まあ基本あって
まあ、量もその時によって様々ですけど、うん、仕事の配送中に、ありがとうございます。うまい、かわいい、花がある。月夜明かりの CM、 あ、確かに飲んでないのでも他の番組もないないよね。なめこさんこんばんは。つぶやきすぎって言われたえ、でも他の番組もある、あるか、ある、耳こやる、あ、そうだよね、聞いたことあるな、あ、確かに、まあでも、うん、まあ聞いてみるわありがとう。確かに CM ないと、そうだよね、 CM 聞いて、あ、そんな番組あるんだって思うよね。おてての一子さん、キュありがとう。黒キスさん、メールありがとう。こんばんは、こんばんは。馬の音声さんこんばんは。そう、そうね、いや、番組ステッカーも作りたい、作りたいし、公開収録もしたいし、そう、次のお題、次のお題というか、またお題募集が、そう、これまでなんか土日とかにしてたんですけど、月曜日にしましょうって言われて、月曜日になります。月曜日のお昼ぐらいかな、うん そう、なんかやっぱりちょっと当日の方がこう生感、リアルタイム感があるっていう意見をいただき、だから多分お昼ぐらいかな、毎週月曜のお昼ぐらいにこうお題を募集する、ツイートをしてっていう感じになるかな。そう、ファッションアドバイザーカットさん、フルーツサンド、ありがとう。そう、やっぱり何日か前にっていうのだったら生放送じゃなくてもいいよねっていう、そう、ご意見もいただき、まあまあまあ、そう、録音してそれを流せばいいよねみたいになり、そう、まあまあまあ、それも分かる、分かるは分かる。のもあり、お題に取り組んでいる姿みたいな下北か、いや、七色さんこんばんは。毎週公開、まあでも お題、明かり探してるのか分かんない
そうだよね。いや、みんなよく探してくれてるなってすごく思うよ。いや本当に本当に思います。すごい。丸猫さんこんばんは。そうでもあと本当に21の場所からが揃ったらもう多分アーカーリー47は一旦終わりますね。うん、あかり診療所。そう、飲食店多いね。本作もあかり、わかんない。終わる多分揃ったら終わる。終わるのでは。2週目おかん、2週目集まるかしら。まあまあそれも調整しながらですかね。岩手たくさんある。うん、待って、カウサさんこんばんは。いやなんかほんとみんなねすごく送ってくれてる、そうツイートあるじゃないですか。でまあたまたまなんかその時いろいろ他のまあ他のツイートいただいたメッセージとのバランスとかもあってたまたま紹介できなかったというパターンもあったりするので、全然あの同じことというか、なんというか、そう毎回変えなきゃみたいな感じじゃなくても全然いいと思うんですよ。そう紹介できなかったそうだけっていう時もあるので、そうだからそんな毎回アップデートしてみたいなあんまり気負わなくて全然大丈夫ですよ。うん、ブンブンさんこんばんは。けさまさんこんばんは。流れ星ありがとう。あとどこが残ってるか、あ、じゃあそれもツイートしますね。月曜日のお題募集で。うん、でも新情報全然送れるって方はね、どれはすごくありがたいですし、うん、ありがとう。地図あって、あかりに会いに行くやで、行くやで。りょうさんこんばんは。あかり。そうね、あとなんだろう、まあでもそのお題の他にもね、メッセージだったり質問だったり、ね、そういうツイートもお待ちしてますので、うん、そうそれを、そう、それでオープニングトークが助かったりする時もありますし、そう、
投票は当日の夕方ぐらいかな、放送3時間前ぐらいとか。二択アンケートね、そう、そのくらいに。担当番組、そうそう、ルーティン。そう、なんか帰宅ルーティンさ、そう、あの前放送1回目の時は私ハンドクリームね塗り込むみたいにお伝えして、2回目はあの次の日の社食のメニューを確認するって言って。でもなんかさ、ルーティンってさ、あの何個かあるじゃん多分、その帰るまでのね流れの中で何個かあって、あこれもあったなみたいに私は思いついたから、まあこの間はハンドクリームじゃなくてその茶色メニュー、そう確認するってことを言ったんですけど、そうそうそう、でもいくつかなんか意外と散りばめられてるなって思って、うん、でも別にどっちも頻繁にやってることだし、そう、自分を見つめ、そう、自分を見つめ直して、うん、ってください。そう、そうだね。自分を見つめ直してみよう。みんな。そう、意外と意識してみると気づいたりするよね。そうそう。習慣になってると気づかないよね。あ、これ自分の中のルーティーンだったんだみたいな。会社までの道が近すぎてルーティーン少ない。そうそう。で、自分の中で習慣になってると、なんか、あ、それは他の人から見たら結構変わってることっていうか、そう、不思議なことやってたんだなって、うん、気づきもあったりするしね。仕事のデスクの片付け、あ、全然そういうのでいいと思う。なんか、まあ、デスクの片付けで、まあ、その中で、まあ、具体的にどんな、例えばあの日めくりカレンダーめくってから帰るとかが分かんないけど、なんかそういうちょっと具体的なエピソードもちょちょってあの入れてもらえると私も紹介しやすいかもな。帰る道も時間バラバラだからルーティンない。あ、だったらそのこのルートで帰る時のルーティンみたいな、この時間に行く時のルーティンみたいな、もう全然その時その時のパターンでいいと思います。そう、ルーティン探すのがルーティン。ルーティンにさせてしまってる。学校、テニスコート、自宅、え、でもその中になんか絶対入ってるよ、その、まあ、大きく分けたらね、そうかもしれないですけど、例えばそのテニスのなんか、なんだろう、準備するときに自分はこれやってるなとか、なんか絶対あると思う、その中に。ルーティン、ルーティンに取り憑かれ、いや、まっすぐ帰るっていう時も、なんだろうな、まっすぐ帰る、まっすぐ帰るっていう時も、例えば運転するんだったら、まっすぐ帰るの、
でも絶対その人なりの何かがあるんですよね、一つ一つの動作の中に。歩きながらボイトレしてる、すごいかっこいい、そういうの送って歩きながらボイトレしてる、リップロールリップロールしながら歩いてるんですか。例えばスーパーに寄る時だったら絶対に自分がチェックするコーナーとかあったりするんじゃない。例えば絶対お菓子コーナー見ちゃうとか、お惣菜コーナー見ちゃうとか、でお惣菜コーナーにこの商品があるかをなんか無意識にさなんか探しちゃってるみたいな、なんかそういう、そうそう、あそう3周しちゃうとか、全然いいじゃん、それそういうのすごくいいと思う。お惣菜コーナー3周しちゃいますみたいな特になんていうメニュー商品が好きですみたいな、もう全然全然いいと思う。でも私も話しやすいそう特売品探しちゃいますとか、そうそう、ラジオ番組の投稿内容相談 MC と事前にそう作戦会議いやだってさ、なかなかこういう細かいなんだろう打ち合わせじゃないけど打ち合わせじゃないけどさなんて言うんですかね別にやめて、そんなねいや見てみようつもりはないんですけど、本当にそういうつもりはないんですけどいやこんなことがあったよとか、なんかみんながねよりよりこうラジオに参加しやすくね、こう思ってもらえるようなことを伝えられたらなって思ったら、なんかちょっと打ち合わせっぽくなっちゃういやでも本当全然あのうん何ですかねでもさ、なんかこう見えてくるじゃん、ビジョンがこう、あこういう風にすればいいんだみたいな、うん、そう考えやすくなるでしょ、そうネタっていうか話題っていうか、そう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 、そういうちょっとねお手伝いになれればなっていう気持ちで話してるのであって、そんな手作りラジオですから勉強になりますね。みんな本当にさ、いろいろさ自分のでも仕事だったり学校だったり、本当いろいろ私生活忙しいことある中で本当にね、あのいろいろお願いしちゃって申し訳ないなと思ってるんですけれども、でもいやありがたい、うん、送ってくれると、ルーティンの感覚つかめた、本当ああよかった、打ち合わせで顔が見える考えてくれてる、声が通るから売れる、あやっぱ声って大事なんですね、うん、打ち合わせの方が長くなったりするよね、うん、そう少しずつこう良くなっていくようにってね、ね本当に頑張らなきゃって私もなってるわけですよ、うん、ふぐたんさんこんばんは、いや1時間番組目指してるんで、もうそれにはもう
みんな、みんなの、みんながいてくれてこそ1時間になれると思うので、え、ペケ応援してる、ありがとう、応援してる。え、小次郎さん急に言うと、ダックくん、びっくり。私なんか、なんか言ったっけ。ありがとうダックくん、タワーありがとう、ありがとうね。ちょ、びっくりした。目が点になった今。ありがとう、びっくりでした。ありがとう、パフェタワーだね。ありがとうございますダックくん、会議タワーありがとう。美味しそうだ、パフェ食べたい。頑張れという意味です。ありがとうございます、本当に。いや、ありがとうございます。いや本当ね、あの長年続いてきた番組がね終わって、で私の新番組が始まってっていう感じなので、やっぱりこう長年そのずっとね聞いてきてた前の番組もそう、リスナーさんからしたらさ、そう、あ、続いてて欲しかったのになと思う方もいらっしゃると思うので、ね、そういった方にもこう、あ、新しい番組も面白いかもなと思ってもらえるようにしていきたいなってこう、ね、そういう風に考えたりもするので、そうそう、だからね、ちょっと 手作り感満載すぎて申し訳ないんですけど、そう、一回一回頑張ります。会議にパフェの差し入れ。そっか、甘いものもね必要だ会議には。朝からあかり見てから出勤できて一日ウキウキして、あー、そうなの、そうなんですか、ウキウキ。ピッキーファイト、ありがとう、ファイト。花粉、あ、やってますやってます。ちゃんとディレクターの方からこう急だし、こうどうぞって合図が出たら花粉をあげて話す。でまあ音楽流れてる時は下げと。そう、朝もね、そう、朝もさ、そうそう、5回かな、5回終えて、まあね、あの時間帯って確かによく出勤前だしね、よく見られてる時間帯ではあるので、もうそこも時々なんですけれども、まあでもなんとか周りの方に支えていただきながら、なんとかなんとかね。よしんさんこんばんは、しょうさんこんばんは、配属仙台で、仙台めっちゃいいところ、おー、よかった。どんなとこがいいところ。ジュンさん君ありがとう、カノさんこんばんは。どんなとこがいいとこですか、え、嬉しいな。そうね、この4月から仙台に来たっていう方もねたくさんいらっしゃると思うので、そういった方にも知ってほしいですよね、番組の存在をね。ひるまどっち500回ね、500回、次は1000回かな、何回だろうな、目指して。ウォッチ宮城見舞ってから出社する、あー、嬉しい、嬉しいです、嬉しいですよ。小次郎さん、流れ星ありがとう、ありがとうね。
寺広さんこんばんは、小次郎さん金ありがとね。モリーノもねもっとね頻繁に登場してくれたら楽しそう。でもこの間ヌスタ宮城にも登場してて、お天気コーナーに。そしたらねきっと覚えてもらえるしね。かわいい、あのねすごいかわいい、もう久々に見たなって感じだったけど、モリーノやっぱりかわいかったね。ラジオにもモリーノ話してくれるかなそうちっちゃくてかわいいよね。小次郎さん急にありがとう。夏祭りの時か、そっか桜祭りも多分 いると思うな。モリーノいると思うよ。で桜祭りなんですが、これラジオでも話そうかなと思ってたんですけど、私は両日ね参加なんですよ。22、23と、そうそう参加でして、で22が、まあ、なんか、まあ、基本的にそうですね、担当するのはまあ、なんか特番があって、まあ、そこで中継やったりとか、あとはあとそのアナウンサー読み聞かせのコーナーで3時からかな、3時からのそう読み聞かせでそう担当したりとか、あとはそれの他の時間、その他の時間は物販コーナー物販コーナーでそうにさせてもらうっていう、そんな感じになりそうですね。まこたろうさんこんばんは。めいまっちゃん、応援してる、ありがとう。応援してる、えひかる、あミラーボールミラーボールなんでミラーボールなのウッパミラーボールやてさんピカピカ、ピカピカ多分レジとかやると思う、うん、まとめおまとめします。そうだね、おまとめさっきさん大空に羽ばたけありがとう。光るだろう、違うよ、なんでそんなそんな、ありがとうよ、ありがとうね、先生応援してるよと、応援してるやってます先生、ピカピカありがとう、ピカピカモッフィーだるまありがとう、だるま僕は偉いありがとう、偉いちょ名物客、ジャナさんこんばんは、モッフィーキンありがとう。そうね、去年の桜祭りとあと TBC 夏祭りでも物販コーナー担当してっていう感じで、まあ、その TBC のグッズだったりをね売るブースなんですけど、